もらっちゃった。Welcome to Ted Hammer TV, and here's your host, Ted Hammer. どうもー、アメリカ育ちのニャンと楽しいこと、テッドです。いやー皆さん、まあ冒頭でもありましたように、先日ね、職場の若い女の子からね、こんなもんもらいまして、まあ、バレンタインからですね、少しずれた時期だったんですけども、いつもらってもね、こういうのは嬉しいもんですよね。ん？あ、いいよ。え、どないしたん？え、俺に？え、ほんまに？この時ね、ぶっちゃけた話、なんか嬉しかったんですよね。わざわざ私を読んでね、可愛いことするやんってね。いやー、でもマジ嬉しいな。でもなんで俺に？なんでやねんってなわけですわ。とにかく男っちゅうもんはね、日々自分を磨かんとね、自分を磨く。そういえばあれがあったわ、自分を磨くグッズ。 Amazon で注文いたしました。 Ted Hammer TV がスタートしてから現在着ているこの白いユニフォームとこの青いユニフォームですが、実はもうかれこれですね、10年以上も着ている白物なんですよ。もうね、ボロボロなんです。でも自分のイメージにぴったりやなと思いね、今回のも含めた42本の動画できていました。でもね、もうそろそろ卒業の時期かな、これ。もうこれなんかもう実はピチピチなんでね、これ。この白いユニフォームに至ってはですね、もうこの辺が破れてたりね、過去に食べてきた激辛ラーメンの汁が飛んでね、もうシミになってるんですよ。これはちょっとかっこ悪いよね。実はこれを着ようと考えた時期もありましたが、もうおそらく野球のユニフォームのイメージが染みついてるのではと思い、新たな決意でこの箱の中身を購入しました。それでは行きましょうか。テッドハマー変身します。 OK Here we goさん、買っちゃいました。野球好きならね、もうすでにお分かりだと思いますけども、去年の11月に発表されました野球日本代表侍ジャパンのレプリカユニフォームです。これがホーム、そしてなんとビジターも買ってしまいました。いやー、なんかかっこいいでしょこれ。いやー、なんか気に入ってしまいましたねこれ。で、皆さん、これもお気づきですか、実はこれも日本代表サムライジャパン、かっちょいいでしょ。いやー、もうね、もうかっこいいですわ。サイズもね、ゆったりしてますし、もう心地いいですわ。そもそもなんでサムライジャパンのユニフォームなんというふうに思う方もいるかもしれませんが、まあ思わないか。まあでも一応ね、説明しますと、皆さん、テッドハマーといえばアメリカ育ちの大和魂。このユニフォームね、パッと見ますと、あの田中将大投手とイチロー選手が在籍しているニューヨークヤンキースのユニフォームに見えません？アメリカ育ちですわ。アメリカ育ちのイメージと、これこれこれ、大和魂ですわ。私の思うイメージにぴったりやないですか。しかもね、日本の野球チームで縦縞を着ているのは、そう、阪神タイガース。関西のイメージ。ますますイケてるね。そしてね、ホームとビザの両ユニフォームを買った理由としましては、ホームのユニフォームを着るときはガンダムやガジェットなどのネタ、そしてビジターのユニフォームに関しては飲み物やカップ麺などの食べ物ネタ。だって汁飛んでもこの色やったら目立たないでしょ、というわけです。わかるでしょ。いやー、なんかもうガゼンとやる気が出てきましたね。あ、そうそうそう、このユニフォームを着た最初のレビューはこれ。よっしゃ、超からでもうま、超うま激進、国内製造、とても辛い。うちの職場の女の子やりますな、これ俺に渡すとはね。この子、この子とよう分かってんのかな、ありがとうね。
これね、ヨービレージヴァンガードなんか見たような感じがすんねんけども、なんか見たからに辛そうやね。では早速開けてみましょうか。うわ、何これ。まあまずね、開けた瞬間ピーナッツの匂いがすんねんけども、もう中見て驚いたのはこれ、これ、これ皆さん分かります？これ、これ、これ、これ唐辛子ですわ。え、これ揚げた唐辛子？マジで？俺このユニフォーム着て最初から悶絶するんけ。まあ、食べてみましょうか。このユニフォーム着て一発目のレビューですわ。いきますぜ。ん？ん？あんまやん。お。あ、辛い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 、うん、辛い。まあ今までのね、まあ、激辛ラーメンに比べたらそりゃへえかもしれんけども、いっぱい食べていくとね、やっぱりかなりきつい。あ、もう一つね、言うても唐辛子の皮ですからね、ずっと皮を食べてるとちょっとしんどいね。たまにピーナッツを食べたいんだけど、ピーナッツどこや？ピーナッツ？うわ、見て。指、唐辛子だらけ。ピーナッツ？うっ。でもね、これ素晴らしいのは、ジップロック付き。はぁ。しんど。まあ、言うほど辛ないですけども、でも量があるとね、どん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 その痛みがね、耐えられなくなってきますね。また後でね、ビールと共に食べようと思います。皆さんいかがでしたでしょうか、今回の私のイメチェン。まあイメチェンってよりね、衣替えっていう感じかな。これからですね、この2つのユニフォームを着て、皆さんのために明るくて元気なレビューをしていきたいと思います。それでは皆さん、次のアップまで See you Bye。頑張れ日本。 Okay everybody, thank you for watching Ted Hammer TV. This is Ted Hammer signing off. チャンネル登録よろしく。